パラドックスアートとは、問答アートをもとに、思考実験としてのコンテンポラリーアートへのアンチテーゼとして生まれたアート。コンセプチュアルアートをルーツとし、哲学、思考実験やプロパガンダからのルーツも持っている。固定観念の破壊という固定観念を破壊するのを目標としている。テロリスト。 ハニー・ビューク・パラドックス・アートのルーツは、コンセプチュアル・アートと同じようなルーツを持つ、1910年代の、フランスのマルセル・デュシャンの仕事に求められる。デュシャンは、従来の絵画や彫刻という形式に当てはまらない、レディメイドという芸術形式を提起した。1950年代、抽象表現主義に対する反発として、アメリカ合衆国で、ネオダダ運動が起こり、デュシャンが再評価された。 ネオダダのアーティスト、ロバート・ラウシェンバーグは、ウィレム・デクーニングに提案して、ドローイングをもらい、それを断念に消し去って、消去されたデクーニングのドローイングという作品を、制作した。ポップアートのアンディブ・ウォーホルも、エンパイアなどのコンセプチュアルな個人映画を次々に、制作、上映し、話題になった。ヨーロッパにおける先駆者としては、ビブ・クラインとピエロ・マンゾーニの存在が大きい。 パラドックスアートはそこから派生したアートに対して不快感を覚えた人々の叫びとしてハニー・ビュークとケビン・アンリの二人により始まったパラドックスアートの定義は現代美術の自由性に対する矛盾点や倫理観に基づいた否定をするものであり実験的なものである。自身の個人的な経験や視点での制作が可能になった現代芸術は 殺害までもアートとして成り立たせてしまうのではという問いから生まれた、レディメイドなどの技法を使っていることが多い。アートを構成する中で、倫理的にアートと定義するべきではないものを含めることにより、そのアートの破壊を試みたり、そのアートの矛盾点を見つけ出すための問題をアートにしたものである。プロパガンダ的な美などの否定も含めるのが、このアートである。殺。 ケビン・アンリー個人間の美がアートとなりうるなら、この事件はアートになりうる可能性がある。人に危害を加えることが美と定義する人間がいたとする。すると、この人はアーティストとなって、殺人もアートとなる。これはアートだろうか。アートでなければ、個人的な美はアートではないと定義される。または、その他にルールなるものが存在し、 アートは自由ではないとなる先駆者学問アート。ありがとうございます。